ブレシアの10日間は1849年3月23日から4月1日にかけて北イタリアのブレシアで発生したオーストリア帝国に対する反乱である。19世紀前半、ブレシアはオーストリアの海儡国ロンバルドベネト王国に属していた。1849年3月23日、 サルディーニア王国とオーストリアが激突したノバーラの戦いと同じ日にブレシアでティートスペリ率いる反乱が勃発した。なお、ノバーラの戦いはオーストリアの勝利に終わったが、その知らせはまだブレシアに届いていなかった。ブレシアに駐屯していたヌゲント将軍率いるオーストリア軍は急いで城塞に立てこもり、市外に向け砲撃した。これにより、 歴史的建造物が多く破壊された。反乱勃発後8日目にして、オーストリア軍の救援が到着し、ブレシアは包囲された。翌日、この援軍を率いるユリウス・ヤコブ・フォンハイナウ元帥が、ブレシア氏に無条件降伏を要求した。しかし、反乱軍はこれを拒絶したが、深夜まで戦い続けた末、スペリラ反乱軍の幹部たちは、降伏を決断した。 ところが4月1日、幸福文書の調印が終わらないうちに、オーストリア軍がブレシア市になだれ込み、住民を虐殺した。戦いを通じて1000人の市民が殺された。10日間のブレシア市の果敢な抵抗をたたえ、ブレシア市はイタリアのライオンと呼ばれるようになった。ありがとうございます。